平田や町田よりずっと確実にな。今後お前に手を出せばこれをばらまくと言って真鍋たちを脅す。だが女子をコントロールできるお前がいれば足りない団結力を補える。そう、堀北にはできない役目だ。約束してやれることが一つある。軽井沢、お前をこれから先守ってやることだ。お前は俺のために、俺はお前のために動く。その関係さえあれば十分だろ。あんた一体。だってお前は勇退者だろ、軽井沢。グループの名前がヒントっていうか答えそのものだったの。太陽系の惑星の順番と割り振られた生徒たちの名字、それが勇退者を探し出す鍵だった。火星は太陽系第4惑星だ。火星グループの生徒は50音順で、綾野浩二君、一ノ瀬さん、伊吹さん、軽井沢さん。だから私が勇退者で。